ブリーチ機能を持っている修正装置、すなわちハブのことをスイッチ、またはスイッチングハブと言います。仕組みはブリーチと同じなので、コリジョンドメインを分割することはできるのですが、ブロードキャストドメインを分割することはできません。スイッチは修正装置として使うため、一般的にはブリーチよりもポートの数が多く、ASIC と呼ばれている専用のハードウェアを使っているため、高速に動作します。また、スイッチは VLAN を作ることができます。この他にも、ハブをスイッチに変えると、全二重通信といって、データを送信しながらデータを受け取ることができます。より追線を使用したイーサネットの場合、ハブと PC の間も全二重通信を行っています。このため、結線は上りと下りで分かれているのですが、CSMACD と互換性を保つため、上りと下りを同時に使うことはありません。なぜなら、ハブやリピーターによっては、10BASE-T と10BASE-5 や10BASE-2 と相互接続が可能で、もし CSMACD が動いていないと、10BASE-2 や10BASE-5 と相互に接続することができないのです。スイッチ同士を接続した場合、またはスイッチに PC を接続した場合には、コリジョンドメインの中にスイッチと PC しかいないため、そもそもコリジョンが発生しないのです。スイッチを使うと非常に小さなコリジョンドメインを作ることができ、これをマイクロセグメント化と言います。つまりスイッチとは、ブリッジ機能を持った修正装置、すなわちハブのことで、OSI 参照モデルのデータリンク層で動作します。スイッチを使うことで、全二重通信やマイクロセグメント化を行うことができます。